んにちは。ジャパンリンクの時間です。毎週日曜のこの時間にお送りしています。いよいよベトナムの旧正月テッドを迎えましたね。皆さんテッドの雰囲気を感じていらっしゃると思います。では今日の主な内容です。カレドスコープでは長年ベトナムに住む日本人小松美雪さんの冬の記憶をたどります。ドアートベトナムでは山岳地帯が育む甘い果実をご紹介します。ジャパンナウでは支笏湖の氷濤祭りに迫ります。業務改革のコンサルティングを手掛ける DMX が発表したレポートによりますと、ベトナム企業の平均運営コストは月額7万9000ドルから20万ドルで、東南アジアで運営コストが低い国のトップ3に入りました。外国投資を積極的に誘致していると高く評価されています。消費者データの分析を手掛ける日本の大手企業はベトナムでビッグデータビジネスを目指し、 FPT ソフトウェア傘下の IT 企業に投資しました。人件費や IT インフラの整備費を削減する狙いがあります。Tư vấn thì bây giờ thông qua cái công nghệ thì họ có thể giảm được chi phí từ 3 đến 5 lần. 一方、ヨーロッパに拠点を置くこの企業は、ハイファン市と光仁省で5つの工業団地を建設しました。3500ヘクタールの土地に130件以上の投資プロジェクトを誘致しました。ベトナムの運営コストの低さは外国企業を魅了しています。ベトナムは他のアジアの国と比べて競争力が高く魅力的な投資先です。コロナ収束後はその強みを生かしながら新たな投資戦略を立てる必要があります。 DMX のレポートによりますと、総コストに占める人件費は各国の平均で 55% を占めています。ベトナムは人件費が4番目に安く、物流費や通信費の安さも高く評価されています。ほとんどの企業は総コストに着目していますが、ベトナムはコストが低いだけでなく、人口が多くて消費の潜在力も高いので、消費市場が拡大するベトナムに拠点を置こうとする企業も多くなっています。外国投資家は経営環境、デジタル改革などの要素も考慮しながら投資先を決めます。ベトナムは GDP の伸び率が高く、経済が安定しているため魅力的な投資先であると DMX は評価しています。この2年間ベトナムと日本は新型コロナの影響を受けていますが、両国の関係はますます深まっています。今回は新年を迎えるにあたり、在ベトナム日本国大使館の山田武雄大使に両国のこれまでの歩みや外交関係樹立50周年を記念する改革についてお話を伺いました。今日お時間を割いていただきありがとうございます。まずこれまでの日越関係をどのように評価していますか。また特筆すべき成果は何でしょうか。日越関係は今過去最良の状態にあると言われています。昨年11月にファミチェ首相は日本に訪日でいただきました。この訪日はですね、両国にとって大変重要な意義を持ったものだと考えます。その成果はですね、日越がですね、地域ですね、アジア地域全体の平和と繁栄に貢献するという、そういう新しい時代が幕を開けたという、そういうタイトルのもとに作成された共同声明、
さらにはファクトシートにまとめられました。これらの文書は大変内容の濃いものであって、経済、政治、文化、そして安全保障、そういった全ての領域をカバーする非常に重厚でですね、内容の濃い声明を発出していただきました。今回のですね、陳述の訪日は何意味において成功であって、今後の日仏関係をさらに発展させる上での大きな礎を築いていただいたと考えています。2021年、去年はですね、ベトナムにおけるコロナの感染の拡大、日仏関係に一定の影響はありました。しかしそういった影響がありながらもですね、まだまだ日本側のベトナムの経済に対する関心、非常に強いものがあります。また二国間、特に経済関係ですね、に加えて、また地域全体にとってもですね、この日越の関係というのが大変重要なものになってきていると、このように考えています。2023年はベトナムと日本の外交関係樹立50周年となりますが、近年の緊密で信頼な協力関係のもと、両国関係は将来どのように発展していると考えていますか？日越にはですね、この50年間だけでなくて、もっと長い深い歴史があります。両国は歴史的な、文化的な中台、結びつきですね、こういうのを非常に深く持っています。それを象徴するストーリーがですね、ここにポスターがありますけれども、今度オペラになることが発表されたアニオイ姫のストーリーです。これはですね、400年前の朱印船貿易という大航海時代だったんですけれども、貿易の関係が両国に非常に太い関係があった時代の長崎とホイアンを舞台とした実話のラブストーリーなんですね。で、このオペラというのを通じてですね、日越両国の皆さんにこの2つの国、そして2つの国民の間にある長い、そして深い歴史的な、文化的な、社会的なつながりをですね、もう一度解雇していただけたらありがたいと思っています。また日接関係の将来、これは大変明るくかつ重要なものがあると思います。さらにそれを超えてですね、全ての面においてより大きな後半のですね、意味合いを持った関係に発展していくものだと考えております。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ベトナム人の伝統文化が息づく鉄道、特に農村での営みは外国人にとって新鮮で魅力的です。このほどハノイ西部ドアイ地域の鉄道をテーマにしたイベントが市内郊外のルンルン村で行われました。ハノイに住む外国人およそ50人が鉄道が近づく村の雰囲気を住民とともに楽しんでいました。イベントに招かれた外国人ゲストは、青材を身にまとい、ベトナム北部の古い村、ドゥオンラン村のユニークな建築や伝統文化について紹介を受けました。テトを間近に控えた春の農村で、ゲストは村の人々が送る楽しい生活を体感していました。やはりベトナムの人たちは、テトをとっても楽しみにしているんだなということが分かりました。こう子どもたちが元気だったり、きれいな色の花があったりと、一緒にやっぱこう村をね、町を作っているというところがいい村だなという印象は持ちました。村の広場では伝統的なレスリングバットで住民が盛り上がる中、市場にはテトの縁起物や伝統工芸品が並びます。またテトに欠かせないベトナムのちまき、バインチューンを包んだり、書道やお茶を楽しんだりする体験コーナーも設けられました。すべては村のテトの雰囲気を味わってもらうためです。この伝統的な雰囲気はまさにフランスを含むヨーロッパからの観光客がベトナムを訪れるとき探しているものだと思います。古くて素朴な光景、さまざまな文化活動、特徴的な食べ物や建築などどれも魅力的ですね。一方、ドゥオンラン村の人々も
久々に訪れた外国人客を歓迎していました。Thì chúng ta sẽ tổ chức được nhiều hơn những cái hoạt động văn hóa du lịch để chúng ta khởi động lại, kích hoạt lại các hoạt động kinh tế để đời sống nhân dân cũng sẽ được trở lại như trước đây và nâng cao hơn nữa cái chất lượng cuộc sống. Đô ai 地域のテトを楽しむこのイベントは、今年開かれる一連の観光 PR の先駆けとなります。ベトナムでインバウンドが再開するときに向け、まずはドゥオンラン村の PR で海外誘客に取り組みます。日本語を教えたり、ベトナムのラジオ局に勤めたりと、ベトナムと日本をつなぐ活動に多大な貢献をしてきた小松美幸さん。今年30年住んだベトナムを離れ、日本へ戻ることになりました。ハノイで過ごす最後の冬、まだ寒さが残るこの季節にふっとよみがえる記憶があります。その記憶とは何か、ハノイ生活の思い出とともに聞かせてもらいました。冬はやっぱり詩人になるんですか、ポエムがね。やっぱりそんなに動けないから、何か深く考える、哲学的なとか、どうして私はここにいるんだろうとか、生きることとはとか。今年は私は間もなく帰る年ですからね、最後の冬、最後のテト、これはもう一生記念になるものになるでしょうね。1992年、40歳を過ぎてから小松美幸さんは初めてベトナムに来ました。最初の9年間は日本語教師として働きました。ハノイ少年宮殿で子ども向けのクラスも担当していた時、ベトナムの子どもたちは美幸先生が歌うドラえもんの歌を聴くのが好きだったと言います。その後、ベトナムの公営放送局の日本語放送部に勤めました。ハノイに住んで30年、小松さんはこの国の変化や発展を肌で感じ取ってきました。1週間冷たい雨が続いたハノイ市内、この日気温は少し上がりました。古いアパートの4階にある小さな部屋が小松さんの住まいです。あと1ヶ月余りで小松さんは日本に帰ります。今、本や資料の整理に毎日手を焼いています。心よく見せてくれたのは数十年前のハノイの写真、初めて経験したハノイの冬、そしてテッドの様子が古いメモに残っていました。ベトナムが寒いなんて思っていなかった、30年前はね。だってベトナムは南国だって聞いてたから、ハノイでまさかね、冬があるって、こんな寒くなるなんて全然想像してなかったから、まず驚きですね。1月末は寒い寒いと大騒ぎしていたのに、2月に入ったらポカポカ陽気で、前日までホカロンを使っていたのは何なんだと思うぐらいの暖かさ。そんな陽気の中で正月こと、テッド準備が進んだ。正月が来る、それだけで大事のようだ。初めて来たベトナムで、ベトナムの体験、自分が感じたものを書いて、それを日本の友達に伝えたいなと思って通信出してたんですよ。南の風の便りっていうね、毎月1回友達宛てに出してました、10何年ぐらい続けてたので、そうです、それ見ると
いろいろ思い出して面白いですね。当時は電子メールがなく、頻繁に電話もかけられない時代。もちろん SNS で情報を発信することもできませんでした。小松さんがコツコツと記したメモは、地震だけでなく多くの日本人にとってハノイの生活を深く知る手がかりとなりました。ベトナム滞在で良かったことたくさんありますよね。で、一番良かったのは、そうね、その頃81歳だった母親をベトナムに連れて来られたこと、それから94歳で亡くなるまで13年間一緒に暮らせたこと、日本では私はできなかったかもしれない。そう思うとすごく良かったですね、うん、認知症の母親と過ごしたベトナム生活はたくさん苦労もありましたが、ベトナムの素朴で温かい人情を感じる時間でもありました。当時の思いやエピソードは、越後のばあちゃん、ベトナムへ行くという本になりました。この本は2015年に上映されたベトナムと日本初の合作映画、ベトナムの風に吹かれて、の原作にもなっています。僕も面白いですよ。ベトナムはやっぱりね、チャンスがいっぱいあるんですね。ハノイにいるとね、やりたいことが見つかるんですね。次々とやりたいことが見つかる。独自の研究、本の執筆、交流活動への参加、さらには放送局で25年以上も働く中で、小松さんはベトナムと日本をつなぐ欠かせない存在となりました。đóng góp của bà cho đến giờ phút này đối với VOV là rất to lớn, bởi vì VOV được khán thính giả, độc giả Nhật Bản đánh giá rất cao, coi là một trong những cây cầu nối rất hữu hiệu giữa hai đất nước, trong đó có phần đóng góp của bà. Cái khả năng lớn nhất của bà Komatsu là khả năng tự làm mới mình mỗi ngày. Công việc thì hàng ngày nó vẫn diễn ra đều đặn, nhưng cách nhìn, cách làm và cái sự nỗ lực là đều mới.仕事が終わるのを待って、小松さんと一緒に中心街を散歩しました。30年前、ベトナムの変化をすぐそばで感じたくて、ベトナムに来ると決めた小松さん。パンを売る声、屋台の食べ物、人々の笑顔や温かい気持ちなど、何気ないハノイの日常すべてに支えられてきました。ハノイを離れることになった今、小松さんはそうした日常を脳裏に焼き付けています。私はベトナムにいて、自分が全開で走ってこれたなっていうことを感じているから、3月に日本に帰るわけですけど、私は30年違う国で暮らして違う生活に慣れちゃって、そこが好きになって日本に行って暮らせるかなっていう、その心配、これはね、私の人生70になって自分の国日本に帰ることがとっても大冒険です。日本には今45万人ぐらいのベトナム人がいるんですよ。まもなく50万人になると思いますね。そういう時代ですよ。もう信じられない、昔から考えれば、うん、だから日本に行ってもいろいろなことができると思いますね。ベトナム人と関わる仕事はね、できると思います。暖かい日差しが注ぐハノイはもうすぐ冬から春へ。街はテッド一色になりました。これが最後のテトになります。ベトナムの発展をずっと見続けてきましたけれども、残る皆さん、どうぞこれからも見続けてくださいね。2022年新年明けましておめでとうございます。祝文南萌え。今年がコロナが収まって良い年でありますように。
続いてはドアートベトナムとジャパンナウのコーナーです。涼しい気候と肥沃な土壌を持つサンラッショーには有名な特産品が数多くあります。ナモンというオレンジもその一つです。品種改良を重ねた結果、地元の生活は大幅に改善されました。今週のドアートベトナムではサンラッショーのソプコプ県で作られるこのナモンオレンジをご紹介します。ムンバ村のナモン集落は少数民族のタイ族が100世帯近く暮らすソプコプ県の農村です。丘の中腹には色鮮やかなオレンジが実り、地元住民はそれをナモンオレンジと呼んでいます。私は không biết từ có từ bao giờ mà từ khi đến làm rau ở đây thì đã thấy rồi。có cây cam ở đây thì còn không biết lấy ở lâu trước thì là chỉ trồng được một cây thôi, một tí nữa thì là có khi là không biết thì chắc là mất giống rồi, mất giống cây cam to này. Cái sau này thì là ta thấy cái quả nó ngon, thế là nhân giống ra à vàng này cũng, nhưng mà lại có ít có nhiều rồi. 栽培に適した気候と土壌のおかげでナモンオレンジはよく育ち成長しています。ナモンは最大数千平方メートルの栽培面積を持つオレンジの一大生産地です。オレンジの木が樹齢 7-8 年の場合、1本平均で年間150キロから200キロの実を収穫できます。tháng 2 thì có hoa, tháng 10, tháng 11 thì là lậu thu hoạch. Nếu mình có nhiều thì là cứ lệ lấy thì là đến Tết mà, Tết mới hết được. Bắt đầu cái năm lậu tiên mình có thì là cái mình phải trừ bán các cái quán lẻ. Sau này nhiều người biết thì là đến hỏi mua tận nhà thì nó dễ.Sự khác biệt của cam Nà Mòn thì đối với cam khác thì nó vỏ của nó này, mỏng này, nó quả to, cái mọng nước. Nà Mòn オレンジをこの土地の主要作物にするために地元の人々は多くの困難に直面しました。Lúc bỏ lúa trồng cam thì rất khó khăn. Thì bố mẹ thì muốn làm lúa, trồng đầu tiên thì trồng cũng gần 100 gốc ấy.Nên là nó vàng lá nó chết đi. Tôi phải nhổ hết cây đấy để trồng lại. Kinh biến で好奇心旺盛なタイ族の人々は経験の共有をしながらより良い品質のオレンジを作るため愛情を注いでいます。cây cam này nếu không có nước tưới thì cũng ảnh hưởng đến cây.Kém thành trao đổi kỹ thuật thì là học hỏi cán bộ khuyến nông. Đầu tiên thì có một chú ở trên cam thì cũng phát triển đi học kinh nghiệm ngoài ra, nên là sau thì tôi cũng đi học ở chỗ chú. 初めは原木が数本だったところから今に至るまでムンバ村はナモンオレンジのブランドを確立し、栽培面積を他の多くの村にも広げ、地元の安定収入につなげました。他の農家もこの貴重な果樹園のモデルを構築しています。オレンジを育てているおかげで、食べ物を買って子どもたちを養うお金があります。明るい笑顔でこれまでの苦労は吹き飛びました。オレンジに対する地元住民の愛情はますます強まっています。
ナモオレンジは祖国権によって PR され、貿易を促進し、ナモオレンジを使った製品もブランド化しています。この地区は今後も高知に住む農家の生産を安定させるために、オレンジの PR に取り組み、消費市場の拡大を図ります。北海道の冬といえば何を思い浮かべるでしょうか。寒さ、雪、多くの人はそう答えると思います。そんな厳しい冬にこそ地元の人々は一風変わった観光地を築き上げました。その観光地とは何かご紹介します。青く輝く神秘的な氷の像、北海道の支笏湖で40年以上地元住民の熱意によって続いているものです。支笏湖は日本の北部、北海道にある湖です。支笏湖はこれまでに日本の水質ランキングで11年連続1位を獲得しています。不純物の少ない青く美しい支笏湖の水、夏になるとこの湖を一目見ようと多くの人が訪れます。カヤックなどのレジャーも盛んな人気の観光地です。寒さの厳しい北海道の冬、雪が積もると観光客の足が途絶えてしまっていました。今から40年前、地元の人々は冬に観光客を呼ぶために知恵を絞りました。気温が氷点下になっても変わらず美しい水をたたえる支笏湖、湖の水深が深いため水が凍結することはありません。青く美しい水、極寒の中でも凍らない湖、この2つの偶然を生かそうと氷の像を作るようになったのです。制作は2ヶ月かけて行われます。まず骨組みを作るのに1ヶ月、残りの1ヶ月で支笏湖から汲み上げた水をスプリンクラーで吹きつけていきます。支笏湖の水を使うので氷の像は青い輝きを放ちます。小林則幸さん、子供の頃から制作を手伝い、今制作チームのリーダーを務めています。日本かい、こんなもんだね。そう、大丈夫です。倒れそうで怖い。大丈夫か。 100% 氷の綺麗な氷を見せたいっていう思いがあって、それで制作みんなで考えていろいろ試行錯誤、冬の寒い北海道でこんな楽しいことがあるんだよっていうことをもうどんどんアピールできればなと思いますけどね。毎年制作チームを悩ませるのが雪です。雪が積もるとせっかくの青色が遮られてしまうのです。メンバーはわずか13名、交代で降り積もった雪を砕いていきます。ああ、24時間体制の根気のいる作業が続きます。今年は巨大なタワーを5つも作り、例年にはないスケールの氷像が完成。支笏湖の水の青さが見事に映える芸術作品のような出来栄えです。そして夜になるとライトアップが施され、日中とはまた違った表情を見せてくれます。もうとっても綺麗、初めて見たくらい綺麗。素晴らしい、ワンダフル、うん、白いところがやっぱ青く反射するので綺麗だなと思って。表情の出来はもう100点満点
今まで過去に5本作ったこと1回もなくて、今年5本作ることで会場の雰囲気がまたガラッと変わった迫力のある会場になっていると思います。支笏湖の気候風土が生んだ青き氷像、大自然とそこに暮らす人々との共同作業が生み出す奇跡の氷像です。以上、今週のジャパンリンクをお届けしました。視聴者の皆様、新年も引き続きジャパンリンクをよろしくお願いいたします。皆様の健康と幸せをお祈りしています。 BTB4 の各番組は BTB4 のホームページや YouTube、Facebook でもご覧になれます。 App Store または Google Play から BTB Go アプリをダウンロードして BTB4 チャンネルを視聴していただくこともできます。それでは次回またお会いしましょう。